シップモデルとして活躍するジェームス・ジライさん。タイでは知らない人はいないとまで言われている国民的スターなんです。去年来日した時には、君をずっと幸せに風にそっと歌うよ、yeah. 福山雅治さんの桜坂を甘い歌声でカバー。タイの福山雅治とも呼ばれ、日本でも人気急上昇中です。日本での本格デビューに向け、去年来日したジライさんをワイドの通訳は和食料理店でおもてなし。シャボーシャボー。あれから3ヶ月、現地タイであるサプライズを仕掛けようというジライさんに密着。サプライズを仕掛ける相手とは、2014年にタイで反政府デモを取材する姿が現地で話題となり、タイの女性の心をつかんだ榎並大二郎アナウンサー。タイと日本の観光特使に任命され、この日は日本を PR するイベントで、お台場などの臨海地区発展のための取り組みをタイの人々に必死にアピールしていました。するとそこに、ジライさんが榎並アナには内緒でサプライズ登場。国民的スタージライさんの突然の登場に会場のファンも大興奮。もみくちゃになりながら、やっとの思いで会場内を移動。日本の魅力をアピールしました。笑顔と性格が好きです。明るい人なの。ファンに優しくしてくれるところが好きです。そんな優しいジライさんがおすすめのタイ料理店でおもてなしをしてくれることに。一目見ようと会場の外にファンが集まる中、ジライさん、何ですかこの美味しそうなお料理は。全てタイ料理です。グリーンカレーと、なんと鴨肉を揚げたものです。ちなみにこれは辛い、巻いて、うまい、うまい、そんなに辛くない、そんなに辛くない、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 辛くない。ジライさん一押しのグリーンカレー、そんなに辛くないと言いますが、止めないショットが、うまいですね、辛い、ちょっと辛い、はい、おいしい、ほどぐらいはいいね。日本での本格デビューに向け、日本語はどれくらい上達したのでしょうか。一生懸命勉強しています。最近覚えた日本語って何ですか。喜んで、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 なんておもてなしの精神。ファンに写真撮りたいって言われた時に、喜んでって言おうと思って。最後にジライさんにこんなことを聞いてみました。マジパンコンペアナウンサー、コンフジ TV ユークラブ、フジテレビのアナウンサー、女性アナウンサーで知ってる人いますか。この方は見たことあります。この方は見たことあります。来た、ショウノさん、見たことがある。テレビで見たことあります。あら、ショウパン、ショウノさんの番組を見ています。ぜひ機会があったら会いに行きたいです。今体重の女性がザワッとしてます。今すごいです。
性の心をわしづかみにする微笑みの国タイのスター、ショーノさんもこの笑顔にうっとりですか。ショーノさんを見たことがあって、僕はてっきりひょうきんゆみさんがバンコクでロケしてるのを見たことがあるのかと思ったんですけどねえ、お台場に遊びに来てくれないですね、はい、かっこいいですけどさ、まあ、折りも折りこのジラユさんが映画のロケで、まあ、佐賀県に来たおかげで、うん、今佐賀がタイの方に大人気ですね、うん、でまさに今日発表のですね、日本農業新聞主催の一村一品大賞、今年度の大賞にですね、うん、このこちら JA 伊万里のグリーンカレーが大賞に選ばれました。ああ、なるほど。日本人の口に合うように、はい、幾分あのマイルドに作られているんですが、非常にこれ美味しいございますので、はい、まあ、タイのお客様に、ね、爆買いをして帰っていただきたいなと思いました。ぜひぜひというところですけども、はい、榎並アナが結構頻繁にあの観光隊特使なんとかの仕事で、はい、全然知りませんでしたけど、週末を使ってね、じゃあこの今里のグリーンカレーを榎並にもらいたいと思います、はい、ワイドのせいやです。